はい、ただいま、録画を開始いたしました。本日はですね、国際交流基金、オンライン講演会に皆様ご参加くださいまして、ありがとうございました。はい。これより、オンライン講演会を始めさせていただきたいと思います。まずですね、最初にチェックインとして、チャットボックスにですね、一言ずつ、子供つっても中学生とかではなくて、幼稚園生か小学生ぐらいの子供に、第二言語としての日本語を教えたことがあるかないか、あります、ありません。それだけでいいので、チャットボックスに一言書いていただければと思います。これはチャットボックスの内容は録画されませんので、個人情報をお書きになってくださっても、外部に見られることはありません。はい。それではですね、皆さんがチャットボックスに書き込んでくださっている間に、ちょっと今、ミュートにしましょうかね。はい。全員をミュートというのをやらせていただきます。ちょっと待ってください。はい。違うな。間違えた。反対してました。ごめんなさい。はい。ただいま全員をミュートにいたしました。はい。そうですね。あ、そうです。ちょっとお知らせがございますね。はい。まず本日の、簡単な、予定なんですけど、最初にですね、こちらの方でホーキン先生をご紹介させていただいて、その後ですね、ホーキン先生の方から30分程度の、お話を伺います。で、その後15分ぐらい、各グループに分かれて、話をしていただいて、で、最後にまた15分ぐらい、全体での質疑応答とさせていただければと思います。はい。それではですね、先生のプレゼンの前にも本当にごく簡単に、ホーキンス・カヨ先生をご紹介させていただければと思います。ホーキンス・カヨ先生は、現在オンタリオ州バリー市の、アードバーク・ラーニング・アカデミーの、共同設立者として、働いていらっしゃいます。もう一回ミュートにしますね。ごめんなさい。はいはい、ちょっと待ってくださいね。はい、もう一度ミュートにさせていただきました。はい。で、ですね、その、ホーキンス・カヨ先生は、日本語教育と、年少者教育の両方の、ご専門をお持ちで、で、トロント日本文化センターのですね、エドキャンプなどにも、いつもですね、積極的に参加してくださいまして、グループの中で、特に年少者教育に関する、お部屋で、積極的に話を引っ張っていただいております。で、他の参加者からの評価も高く、またですね、今回のトピック の、 その、年少者日本語教育もですね、いつもこのオンライン講演会の、アンケートでですね、こういう話をしてくださいというのがありますので、今回はこちらの方から、ホーキンス先生に、こちらでお話ししていただくことをお願いしました。詳しい自己紹介は多分ホーキンス先生のプレゼンの中にもあると思いますので、僕の方からはここまでとさせていただきたいと思います。はい。それではホーキンス先生、よろしいでしょうか。お願いいたします。もう一回皆さんをミュートにします、ね。はい。じゃあちょっとホーキンス先生だけをミュートを外さないとあれですよね。ホーキンス先生どこだろう。はい、解除しました。あ、解除しました。はい、すいません。はい、じゃあよろしくお願いします。はい。はい。はい。もう画面の共有をしていいんですかね。はい、よろしいですよ。どうぞお願いいたします。はい。こんにちは。はじめまして。私はホーキンス・カヨと言います。はい。アートワーク・ガーニー・アカデミーというのは、私と、主人でこちらで始めた、なんて言いますか、チューター、まあ、学習塾みたいな教室なんですけれども、今私はそこで日本語を教えています。はい、早速今日の話を、初めて子どもに日本語を教えることになったらというタイトルでお話しさせていただきたいと思います。まず私のあれなんかエラーが起きちゃったみたいですね。でももう一回やれば大丈夫だと思います。はい、すいません。はい、そう、本番に限ってこういうことが起きるんですよ、ね、さっきは大丈夫だったんですね。はい、おかしいですね。はい。
今まだミーティングにいますかね、私。あ、いらっしゃいますね、もちろん。ただ、あのまだあの画像は、画面はまだ共有されません。はい。はい。あ、見えましたか？はい、今見えてます。はい。はい、すいません、自己紹介からさせていただきたいんですけれども、私は大学で日本語教員養成プログラムをしている大学に行ったので、そこで、日本語教員養成プログラムを修了して、かつ中学高校の国語の教員免許も取りました。なので、日本語教育と国語教育、2つの分野の勉強をしたことになっていて、今まで最も多く関わってきたのは日本語教育なんですけれども、ここに書いてあるようにオーストラリアのハイスクールで日本語を教えた後に東京都内のインターナショナルスクール何個かで、日本語教育が必要な子どもには日本語教育を、あとまあ日本語が話せる、まあ、日本人でなくても、まあ、話せる子どもには国語教育をっていうのをしていました。その後に、マレーシアに行って、マレーシアにあるインターナショナルスクールとマレーシアの、ナショナルカリキュラムが入っている学校があったんですけれども、そこで日本語教育を、まあ、外国語としての日本語教育ですねを今、していました。で現在は今アードバークラーニングアカデミーってさっきも申しました、私と主人でしている教室でを通して日本語教育を、まあ、外国語としての日本語教育を行っています。それは、子どもから大人の人まで幅広い年齢で、まあ主にプライベートを中心にしています。あとは継承語教育というのは、主に私の、子ども5歳と7歳なんですけれども、まあ、2歳、まあ、3歳ぐらいからですか、まあ、ずっと生まれた時から日本語で話しているっていうのもありますけれども、4歳、5歳ぐらいからひらがなを教え始めたりだとか、まあ、継承語教育は身をもってしながら学びながらしていくというところですね。あと今教室があるので、ゆくゆくはこちらで日本語の教室、継承語教育の教室をしたいなと思って、今ちょっと動いてたり、ちょっと夢を見ているところです。なので、日本語教育っていうものと子どもっていうものに今までずっと関わってきた経験ですとか、あと日本ではない教育機関ですね。やっぱり日本の中学校とか小学校で私は教えたことはないんですけれども、そういういろんな国の、日本とは違った教育機関で教えてきた、日本で育ってきてはいなかった子どもを教えてきたっていう経験と、あと国語教育と日本語教育一応2つともにちょっと精通していますので、その経験から今日は子どもに日本語を教える時の工夫ですとか心構えをお伝えしていきたいと思います。皆さんそれぞれ自分の持っていらっしゃる教室ですとか、お勤めしていらっしゃる学校とか、いろいろ皆さん経験があって、立場とか方針ですとかあると思うので、私が話すことすべてがああそうなのかって思わなくてもいいと思うんですね。なので、自分の教室ではこうしていっていきたいなっていう考えるヒントになればいいなと思って、ちょっと今日はプレゼンをしていきたいと思います。流れとしては、まず子どもの状態ですね。日本語教育、子どもに日本語を教えるという今の現状についてちょっとお話しして、あと子どもに教える時の心構え、その後に授業のまあちょっと細かい工夫の仕方をお話しした後に、最後に評価活動、成績ですとか、まあ最後の評価、そしてまあ最後に参考になる教科書のリストというのをちょっとお話ししたいと思います。
では、日本、子どもに日本語を教えるという現状、今の状態なんですけれども、皆さん、すでに教えていらっしゃるという方が今、チャットボックスの方にたくさん声が上がりましたが、皆さんいろんな日本国内で教えていらっしゃる方もいると思いますし、日本のではないところで教えている人もいらっしゃると思います。で、その場所であるのも日本の国内であったら小学校、中学校、高校、今たくさん外国から来る子どもが増えているということですので、そういうところで教えていらっしゃるかもしれませんし、私のようにインターナショナルスクールで教えているかもしれませんね。あとは日本語学校、日本語教室、あとは公民館とか教会とかお寺とかで日本語を教えているクラスがあったりするかもしれません。で、まあ、あとは友達に頼まれて個人指導していたり、地域のボランティア活動で教えたりしている人もいると思います。まあ、日本の国外であったら、やっぱり他の国の小学校であるとか、ハイスクールで外国語として日本語を教えている人もいるかもしれませんし、あと、日本人補習校ですか、土曜日とかに、日本人の子どもが集まって勉強する場、または毎日ある日本人学校、あとは他に国際協力団体が日本語の先生を派遣する場合もあったりしますし、あとはまあ趣味とかお友達に頼まれてプライベートレッスンされている方もいるかもしれません。あとはまあボランティア、あとは継承語教育になりますけれども、自分が子育てをしている中で自分の子供あるいは、まあ、地域の日本語を話す子どもに継承語教育をされているという方もいるかもしれません。このようにいろんなケースがいろんな場所でいろんな形で、プライベートもあればグループもあれば公的な機関もあればプライベートの機関もあれば、いろんな場所で日本語を教えていらっしゃる方がたくさんいろんなところにいるということですので、本当にそれは、もちろんその個々の状況にもよりますし、なのでこれが一番なんですっていうことではないと思うので、これから話すことも、自分の教室では自分が教えるときは、あとこういうときはどうすればいいだろうっていうのをちょっと考えていってみてください。そしてこの子どもに日本語を教えるっていう現状なんですけれども、例えば皆さんも教えていらっしゃる方は元から子どもの教える立場であった人かもしれませんね。小学校、中学校、高校の教員免許を持っていますとか、幼稚園の先生でしたとか、まあ、あとは自分がお母さんです、お父さんですっていう人かもしれません。でもいろんな経験とか職業をした後にちょっと一念発起して、もしかしたら日本語の教師になろうと思って、民間の養成講座であるとか、短大大学の日本語教育課程であるとか、まあ、日本語教育検定試験を受けて日本語教師になったっていう人もいるかもしれません。でもその人たちは子どもに教えたことがないかもしれない。で、今まで子どもに教えたことがあるっていう人でも、あれ、でも国語は教えられるけど日本語を教えたことはない、外国人に日本語を教えたことはないっていう方もいるかもしれません。なので今まであまり子どもの教育っていうのと日本語教育っていうのは同時に語られることがなかったんですよね。で、まあ、あったとしても外国の外国語教育であったり、そういう場では今まであったんですけれども、子どもの教育と日本語教育、日本語教育養成の講座に行った人は分かると思いますけど、その中で子どもへの教育っていうのを語られる科目ですとかあまりないと思うんですね。少なくとも私の時は、じゃあ子どもの日本語教育について勉強しましょうっていう勉強はあまりなかった気がします。もしかしたら今変わってきてるかもしれないんですけれども、なので、困るのは当然だと思うんです。皆さん教えてる中で教材もあまりないですし、今どんどん
文献ですとか出版物は出ているみたいですけれども、じゃあどうやってとかどういう順番でとかそういうことを詳しく論じている場所がない、本がない、あとウェブサイトとか例えば英語教育のウェブサイトってすごいたくさんあるんですけれども、教材のシェアだとかこういうふうに聞こえ、他の方聞こえてますか？ホーキン先生の声。よしましょうっての。ああ、大丈夫。あ、大丈夫か。はい。ちょっと一瞬途切れましたが、大丈夫です。よろしく。あ、そうですか。はい、お聞きください。はい。はい、そうですね。何言ってたんだっけ。あ、そうです。あまり今までに例がないことをしているので、皆さん困っていたり、どうしようって思うことがあったりするのは、当たり前だと思います。で、今まであまり誰もやったことがないこと、新しい分野を皆さんは切り開いているので、ぜひ誇りを持って、これからどうしていこうっていうのを気持ちを持って取り組んでいきましょう。次に、じゃあ、外国から来た子ども、日本で育ってない子どもに教えるときの心構えっていうのをちょっとお話ししたいと思います。これはとってもステレオタイプの部分もあるかもしれないですし、私も 全世界見てきたわけではないので私が見てきた経験からお話ししますけれども、子どもの性質ってやっぱりちょっと違うなって見てて感じることは多々ありますね。例えば、私は30代 の九州の地方で育った子どもですけれども子供時代を過ごしましたけれども、日本で育った子供のイメージというのはやっぱり授業中ずっと、もう1年生の時から椅子に座っていることが求められる。で、それができないとちょっと問題だっていう感じ。あと先生の言うことを聞く、先生の言われた通りに動く、あと話は静かに聞くものだと私は思っていましたね、子供の時は。で、先生が言うことに対して何か質問があったとしたり、意見、私はこう思うっていうことがあったとしても、それは言わないで、静かに聞いておく。で、もし先生が質問がありますかとか、何か言いたいことありますかって言った時は、言えたかもしれませんけれども、あまり自分からこう手を挙げて、私はこう思いますっていうのを、言うことは、ちょっと少ないかもしれませんね。もしかしたら今の、教育の内容とかちょっと変わってきて、どんどん言えるようになっている子どもも多いかもしれませんけれども、少なくとも私は言えませんでした。なので、私がそんな感じで育った私が、オーストラリアの学校ですとか、マレーシアの学校、あとは、外国で育った子どもがたくさん来るインターナショナルスクールで教えるようになった時にびっくりしたのが、じっと座っているのが苦手な子どもが多い。あと、まずこれですけれども、私の今息子も小学校に通っているので教室の様子とか見てわかるんですけれども、やっぱり授業中にずっと座って先生の話を聞くっていう授業が少ないですね。カーペットタイムといって、カーペットの上に座って先生のお話を聞いたりだとか、自分の席もあるクラスもあれば決まっていないクラスもあったり、あとは水筒を取りに行ったりとか、授業に使う道具を取りに行ったりとかするのが自由に動いてよかったりする学校もありますね。なので先生も子どもがずっと座っているっていうのを期待していることがあまりない文化というか教育制度というのもあります。なのでそういう子どもたちはずっと座って聞いているっていうのがちょっと苦手です。なのでそういう子どもを見たときにですね、気をつけたいのが、座ってられないからとか、もじもじしちゃうからとか、
簡単にそれを見て、例えば多動性の、障害ですとか ADHD なんじゃないかとか、そういうことを簡単に疑わないようにしてほしいんですね。ただそういう文化の中で座っているから、座っているのが苦手、そういう座っていられる時間が短いっていう子どもいるので、簡単にそういうことを疑って、ちょっとあの子は専門の人に見てもらった方がいいんじゃないかとか、そういう見方はしないように気長に付き合っていきましょう。で、教師の指示っていうのも、これも、ですね、指示通りにするのが苦手な子ども、または逆に細かい指示が出されないと何も始められない子ども、その両方のタイプの子どもがいますね。背景としては、指示通りに、従わないといけない子どもっていうのは、先生と生徒の立場が何て言いますか、上下関係が強いというか、先生がこうしなさいって言ったら、じゃあその通りにしましょうっていう子どももいますし、逆に先生と生徒の関係がもうちょっと上下関係が少ない国、教育環境から来た子どもっていうのは、先生もこの通りにしなさいっていうよりは、自分の、細かい工夫ですとか考えを生かしてこの作業をしましょうっていうのが推奨される文化もありますね。なので、先生の言うことに指示に対する反応っていうのが、またそうやってちょっと分かれてきます。例えばオーストラリアに行った時には、例えばちょっと冊子を後でタスクの話はするんですけども、ブックレットを作りましょうって言った時に、これは入れてくださいって、あと絵とかその配置とか自由ですって言ったら、もうみんな喜んで自分の好きな絵を描いたりとか色に工夫を出したりとかするんですけども、逆に、マレーシアで教えてた時は、マレーシアの現地の子どもを教えてた時には、絵はここに描くんですか、ページ番号はここの角に描くんですか、細かい質問をしてきて、その通りにしてくれるっていう子どももいました。なので、どこの地域がどうっていう何ですか、組み分けはないんですけれども、やっぱりそうやって教育現場の文化によってちょっと生徒の反応も違うみたいですね。あと最後に教師への質問と発言ですけれども、やっぱり私はあんまり先生にいろいろあんまり言えない子供だったんですけれども、私の息子のまだ幼稚園生の通知表を見ても、自分の思ったことをみんなでシェアしましょうとか書いてあるんですね。それを見て私はとってもびっくりしたんですけれども、幼稚園の時からそうやって意思表示をするように促されているのかって、そこにびっくりしましたが、やっぱりそういう文化で育ってきた子は、先生に対して自分はこう思うとか、分からなかったことは分からないって質問をします。で、それは発言をするとか質問をするとかいう行為によって失礼に当たるんだとか反抗しているっていうわけではないですし、それが何て言うんですか、日常茶飯事のことなのでしているだけなので、それはなんか失礼だなと思ったりとか、そういう頭ごなしにちょっと静かにしてくださいとか注意して感情的にならないようにしていきたいですね。逆に静かにしていることによって先生を否定してしたりとか無視したりしているわけでもないので、こういう子どものちょっと育ってきた環境による反応っていうのの違いが見られる時もあるので、そこは注意していきたいところです。次に行きます。で、早速、授業の
じゃあどうやって教えていきましょうっていうのを話しますけれども、どの日本語教育の、教科書にも書いてある最初に導入をして練習をして活動をしてっていうので、まあ、お話ししていきます。それぞれの話に入る前に、まず時間配分ですね。特に年少の子供であると一つのタスクにかけられる時間とか集中できる時間がとても限られています。なのでこれをしてこれをしてって例えば15分同じ活動しようっていうことにはちょっと無理があると思うんですね。なので本当に5分ごとの活動、5分これをしたらこれをしてっていう小さい活動、小さいタスクをどん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 入れていって全体を組み立てていく必要があると思います。あとはつまらない楽しいバランスってちょっと言葉が悪いんですけれども、やっぱり勉強してもらわない、学んでもらわないといけない項目を教えるときはやっぱり先生の説明が多くて生徒に聞いてもらうっていう、ちょっと生徒には座ってないといけなかったりとか、そういうちょっとつまらないなって思うこともでもしないといけない。なので楽しいアクティビティ練習ですとかタスクっていうのを交互に入れるとか、ちょっと時間をつまらないっていうか、まあ最初にお勉強の時間を取らないといけなかったら、その次には楽しいことをして、でちょっとまた机に座って活動して、でまたちょっと立ち上がって何かをするとか、そういうバランスを考えて授業の全体を考える必要もあります。あとさっきの話もありましたけれども、与えられた作業、例えば漢字をひたすら練習するとか文章をひたすら書いて練習するだとか、そういう与えられて正解が正解であるとか綺麗な字とかが決まっている作業をひたすら授業中にする時間っていうのと、逆に自分を発揮できる作業、タスク中の色塗りであるとか絵を描くであるとか、そういう自分の個性を発揮できる作業っていうのもバランスをとって授業を組み立てていく必要もあると思います。で、1回分の計画と課ごとの計画ですね。これはどういうことかというと、例えば、まあ、何分の授業皆さんされているか分かりませんけど、とりあえずまあ40分の1回の授業を計画をするとしますね。でももしかしたら時間が余っちゃうかもしれないし、もしかしたら計画してたことが終わらないかもしれない。その時に全体の課ごと、そのレッスンのごとの計画っていうのができていると、あ、じゃあ次はこれをする予定だったからもう先にやっちゃうとか、あ、これはできなかったけど次に回しといて、今度する予定だったこのアクティビティはちょっと短めにしといてっていう調整がしやすくなります。なので一回一回のレッスン、今日のレッスンの予定を立てるっていうのも大事なんですけれども、それが例えば全体の課の3分の1であるんだったら、そのあと2回分そこの全体を見渡すことができれば、授業中に終わらなかったこと、または時間が余ってしまった時にも調整がしやすくなります。なので、1回1回の授業に集中するだけではなくて、ちょっと全体を見てから、じゃあこれを3回に分けよう。で、そうやってバランスをとって授業を計画していけばいいと思います。早速導入なんですけれども、導入はやっぱり今日、まあ、初めて習うことを生徒に教えるっていう時間ですよね。漢字ですとか新しい文法文系を、これはこういうものですっていうのを教える時間です。なので、ちょっとお話とか説明が多くなって
してしまうと思うんですけれども、なるべく子どもと対話をしていくことによって、まあ、復習でありますとか、まあ、前回の復習ですとか、生徒とクラスに入ってきた生徒と先生自体がこうつながる、気持ちがつながっていく時間を最初に作ってあげる必要があると思います。なので、子どもっていうのは知ってることを聞いてあげるととっても喜びますね。自分が発表できるのが嬉しかったりとか、そんなの知っているよみたいな感じになって、何言ってんの先生みたいな感じになって楽しくなってくるので、そうやってちょっと場を盛り上げたりとか、していくと生徒と心がつながる時間が一瞬で取れると思います。そして新しいことを漢字デスクとか文系を教えるときに、ここは今私英語圏で住んでいるので、まあ、もちろん日本語で全部話せる生徒でしたら今日はこういうことを言えるようになります、今日はこういう漢字を書けるようになります、今日はこういう文章を読めるようになりますっていう、今日の、まあ、一日の目標というか、ゴールを明確に言ってあげることが大事ですね。でないと何のために今日何してるか分かんなくなっちゃうので、そうやって今日はこういうことができるようになりますっていう導入を必ず一言言ってあげると、ああ、じゃあそれはどうやったら言えるんだろうっていう子どもにも、ちょっと集中しやすくなります。で、説明はできるだけ簡潔に、文法にしろ漢字にしろもう使ってもらうのが日本語教育の目的ですので、先生がいろいろ説明するのが授業の目的ではありません。説明は簡潔に、生徒に使ってもらう時間を、ね、できるだけ増やしていくといいと思います。で、反復って書きましたけど、ここ練習なんですけれども、例えばそうやって集中力がない、座ってられない、すぐに飽きちゃう、大人はつまらない活動でも座って我慢して、あじゃあやればいいんでしょうみたいな感じでやることはできます。でも子どもはつまらないと思ったらもうすぐもじもじしだしたり、もう集中力がなくて全然やってくれなかったりしますよね。なのでそういう短い楽しい活動、練習の仕方っていうのをちょっと使うと楽しくできると思います。で、座ってできるのは、まあ、これはほとんど文字の練習になっちゃいますけど、ミステリーピクチャーといって、ミステリーピクチャーというのは、例えば、あという漢字を、ひらがなを赤で塗って、いは黄色で塗ってとかしていくと、絵が浮き出てくる、ものですね。で、線結びはよく数字の練習とかでありますけど、1,2,3,4,5 とか、あいうえおの順番で線を結んでいくと、なんか絵が出てくる。ですとか、迷路ですね。そういうの。あと語彙の練習だと、まあ、クロスワードパズル、あとワードサーチ。ワードサーチっていうのはマス目の中にひらがながいっぱいバーって書いてあって、その中から例えばキーリンっていうのを探してこう線を引いていく。あとは並べ替え。並べ替えとかもキーリンって書いてあるのリー、キーとか書いてあって、それを並べ替えて正しい言葉に変えるっていうのですね。あとは穴埋め。穴埋めも、例えば、お、と、う、さんの、うが抜けてて、そこにうを書くとか。そういう穴埋め問題。文字もと語彙もひたすら覚えたり書いたりするのは大事なんですけれども、そういうちょっと頭を使って、する練習があると、またひたすら書いて覚えるっていうのとはちょっと違う活動ができますね。あとは動いてできる。もう椅子に座ってらんなくて、もうどうしようもない子供には、動いてできる。例えば、背中に、お互いの生徒同士の背中に書くとか、外にもし行けるんだったら地面に枝で書いてみるとか、あとは文字のカルタゲームですね。
あって言ってタッチしたり、あとタッチゲームっていうのは例えば色を勉強した時にじゃあ黄色いものを触るとか、あとうという言葉の文字のつく言葉のものを触るとか、それのもう教室中を走り回って遊べるようなゲームです。あとはミニホワイトボードとかミニ黒板っていうのは100均とかでも売ってるんですけれども、子どもって鉛筆と紙に書けって言われたらもう本当に嫌だってなっちゃうんですけど、ちょっとこういう違う道具、ちっちゃいホワイトボードとかちっちゃい黒板にじゃあこれで練習していいよって言うと、なんか突然楽しく練習してくれたりします。なのでそうやってちょっとでもいいから楽しくできる道具とか工夫っていうのを入れると楽しくできるんじゃないかなと思いますね。でちょっともうちょっとただの文字とか語彙とかから離れて文法の反復練習をしたい場合は、もうひたすら何か同じ文ような文を書くのがつまらないっていう時は、ワークシートを先生方が作る時にちょっとの工夫で、なんか生徒がうふって笑っちゃうようなのができますね。それは実際の情報を使う、例えばみんなが大好きなアニメのキャラクター、アニメとか映画のキャラクター、あとは学校にお勤めしている先生であれば、みんなが知っている学校の先生の写真とか名前とかを使って例文を作る。例えば誰々先生が誰々先生にチョコレートをあげましたとかちょっとありえないような先生を使ったりすると面白くできたりします。あとはまあ自分の家族であったりとか、まあ、先生自身の情報、または生徒自身の情報、あとはそのワークシートを作るときに日本のチラシの写真、絵を使う。私がよく使うのは日本のマクドナルドとかモスバーガーのチラシ、あとはまあ CM、まあ、あといろんなとか持ってきた写真、あとは最近ソーシャルネットワーク、いろんなインスタグラムですとかいろんな写真のサイトがあるので、そういうのを使ってみたりとか、あとはもうそうやって書くのですら大変だっていう小さな子供で、やっぱり文法を応用して違う文には作れないだとか、いろいろ考えてまだできるっていうことがちょっとまだ難しい子どもにはもう体になじませるしかないんですね。なので文法、新しい文系の例文を早口言葉にして言ってみるとか、早く10回言った方が勝ち、早く5回言った方が勝ちとか、そうやって何回も何回も言わせることによって練習するっていうこともできます。なので、タスクですね、ちょっと時間が超えてますけど、早口でいきますけど、練習、活動ですね、ここ。タスクとして、じゃあ、その勉強して、ひたすら練習した文型などを使うタスクをするときに読み書き、のタスクだとやっぱりポスターを作る、映画館のポスターとか、マナー、なんとかしてください、なんとかしないでください、なんとかしてはいけません、あとメニューは、まあ、値段とか書いたりですね、地図と方向指示のポスター、あとは冊子、まあ本ですね、旅行のしおり、どこどこに 何月何日どこどこに行きます、あと雑誌を作るときはファッションマガジンとか車の雑誌とか料理の雑誌とか生徒の好きなトピックでいろんな文型を使って作れますね。あとミニ冊子はまあちっちゃい紙で、まあ本当に8ページぐらいの紙で文字の冊子を作ることもできるし、ちょっとした文型の冊子を作ることもできます。あとカレンダー作り、カレンダーをもうひたすら数字を書くだけとかなんですけれども、まあ、漢字の番号とか、あと日本の行事とかを勉強するには楽しいですね。あと話す聞くタスクであると時はロールプレイ、シュアンテル、クイズだとかプレゼンテーション、まあ、プレゼンテーションもファッションショーをしてみるとかタレントショーをしてみるとか
討論番組、もうちょっと話せるようになると、私はこういうふうにしたいと思いますとか、そういう討論番組ができたりするので、そういう時に本当に実際に録画してみるだとか、本格的なセッティング、例えばファッションショーをするのに、ランウェイを作ってちゃんと椅子もセッティングして本当のファッションショーにしてみたいとか、討論番組するなら、なんかテレビの本当のセットみたいなのに作ってみるとか、そういうちょっとした工夫で生徒もちょっと盛り上がってして取り組んでくれることもあります。で、タスクを与えるときに一番大事なのは、やっぱりそういう自由度が多いタスク、色塗りですとか、いろんな自由度が大きくなってくるタスクの時に、何をしなければいけないのかっていうのがやっぱり一番大事になってくるので、与える時にここに書いてありますけれども、使われてなければならない語彙や文法リストを明確に設定しますね。例えばここであると、何とかをくださいとか、何とかが欲しい、何とかしたいですっていう文章を必ず入れなければいけない。あとは、何文以上書かれていないといけない。何文以上話さなければならない。そういう具体的な数を使って、タスクに組み込まれていけない、いなければならないものを、明確に与えましょう。それで、その上で、習っていない語彙とか、じゃあこれは何て言うの、何て言いたいんだけど、とか、何とかって書きたいんだけど、って知らないものを、書きたい、言いたいっていう場合は、語彙はどんどん与えていいと思いますね。こういう、ファッションマガジンをするんだったら、何ですか、ブーツはブーツでいいんだとか、語彙リストにないものを、これは何て言うのって言ったら、どんどん与えていいと思います。で、文法はできれば、今まで習ってきた文法ですとか、新しい文法を使って、言い換えの工夫はちょっと先生がしてあげて、じゃあこういうふうに言えるよっていうので、与えてあげればいいと思いますね。で、そういう自由度の高いタスクを与えた時の成績とか、成績をつけなくてもいい場合でも、ちょっと最後に評価活動をした方が、子どもはこれを勉強したっていう実感ができるので、教師の評価っていうのは、やっぱりさっきここで何分以上書かなければいけない、言わなければいけないっていうのがあったので、それをやっぱりクリアしているかどうか、12分以上使いましたとか、ちゃんと覚えてプレゼンテーションができたとか、そういう分かりやすい評価基準を ABCDE、 これだったら A、 これだったら B っていうのを、ちゃんとまた具体的な数字を使って、明示しましょう。そうすると先生も成績をつけやすいですし、生徒も、あ、これをクリアした私は A だっていうふうに分かるので、生徒も取り組みやすくなります。で、自己評価っていうのは、自分が何をしたかっていうのがちょっと分かるように、自分がちゃんと勉強したことが分かるように、ちゃんとこれは、ロールプレイですけれども、ちゃんと覚えたとか、ちゃんと、プレゼンテーションできたとか、滑らかに言えたとか、それを自分はよく、どれだけよくできたかっていうのを評価したり、あとは、その新しい文法事項とか、新しい表現を学んだときに、I can ask and tell name とか、こういうことが言えるようになったっていうのを Yes or No で評価させるか、またはできたら5、ちょっと自信ないときは1、そういうふうに自分で評価してもらう。そうやって自分は何を勉強してきたのか、それで自分がどれだけできたのかっていうのを、生徒がやっぱ自分自身が腑に落ちるっていうのが大事だと思いますね。で、子どもの日本語教育ででも一番大切なのは、先生が楽しむことで、リラックスして取り組むことで、やっぱりゴールを決める途中で、それはやっている途中、何週間かしてかとか、何ヶ月してかとか、途中で進路変更してもいいので、こういうふうな授業をしたい、
こういう内容で取り組んでいきたいっていうのを先生が決めることですね、明確に。なので、あと、そうですね、全部日本語でするのかとか、まあ、私の場合は英語ですけれども、他の言語を、改題させてもいいのかとか、漢字はどこまで教えればいいんでしょうとか、敬語で話した方がいいんでしょうかとか、それとも子供が話すようにカジュアルな日本語を教えた方がいいんでしょうかとか、それは全部先生が決めていいと思うんですね。それで、その途中で、あ、やっぱりもうちょっと丁寧に話した方がいいなと思ったらそれを教えていけばいいですし、あれもうちょっと漢字を教えられるんじゃないって思ったらもうちょっと教えてもいいと思いますし、先生がちゃんと決めていきましょう。で、最後に私が今まで見てきた子供に使いやすい教科書。これは Japanese for Young People Student、あと教科書とワークブックなんですけども、ひらがな、会話の中でも全部ローマ字が併記してあるので、子供でも、読みやすいです。でもこれを使うとき注意しないといけないのは、ローマ字を読むことによって読むことはできるんですが、ローマ字すら読めない年齢、例えば1年生、2年生はまだアルファベットとか ABC を読む、まあ、英語にしろ、フランス語にしろ、何語にしろ、それをまだ発展途中の子供にはちょっと難しいですね。それがもう確立した3年生、4年生以上だと、もうスラスラとローマ字を読むことができるので、これはあと楽しい教科書です。で、これはたまたま私の生徒が持ってて使ってるんですけれども、各章の初めに漫画がついていて、日本の歴史とか文化、長い歴史をもう平安時代ぐらいから遡って、それを取り組みながら、盛り込んだ漫画が、各章についていて、文法とかそういう歴史の説明も英語でしてあるので、そういうのをしてみたいなっていう時は使いやすいです。で、これはひらがな、カタカナ in 48 minutes っていうやつなんですけど、Your for yogurt とか、そういう形と発音が、つながってて、とっても面白い、覚えやすいカードです。で、先生用の大きいカードと、生徒用の小さいカードあるんですけど、まあ、先生用の大きいのがあったら、教室で見せやすい大きさですね。あとは、オーストラリアの教科書。オーストラリアは第二外国語として日本語がたくさん教えられているので、全国的に使われている教科書っていうのがお弁当ですとか未来とか、これも漫画がついててテーマに沿った単元学習で、英語も全部もちろん説明してありますし、未来は特にワークブックがそういうワードサーチであるとか、ちょっと面白い練習ができるようなワークブックが楽しいので、これももし興味があったら見てみてください。で、最後に私が今話したようなことは私のブログにも書いてあるので、もし興味があったら見てみてくださいっていう紹介でした。ということですが、全然30分では終わりませんでしたが、ありがとうございました。はい、ホーキン先生ありがとうございました。非常に実践的で具体的な例がとてもたくさんあって、皆さんの役に立てたんじゃないかと思います。それではですね、ちょっと時間を、そうですね、じゃあ、ブレックアウト一応5分ぐらいでちょっとやってみましょうか。それで皆さん、その後の質疑応答が、またちょっと5分ぐらい時間取りたいので、その質疑応答で聞いてみたい質問などがありましたら、その部屋の中で、まとめてみてください。はい、それでは今部屋を、開けますので、ブレイクアウトルームを開けますので、参加もしくはジョインを押してみてください。はい、一応ホーキンス先生も一つ部屋に割り振ってますが、もうそれはどちらのご参加いただいてもどちらでも結構です。はい、
今部屋に残ってらっしゃる方は動けますかね。動けたら、参加もしくはジョインのボタンを押してみてください。はい、反応がないので、ちょっとじゃあ僕も各部屋の方に回ってみますね。はい。難しいですよね。はい、だから今とても困っているのはやっぱりまだ生活のための日本語っていうのも彼らはまだまだなのに、中学校1年生の漢字のレベルまで上げないといけないし、で中3になって日本全国で行われる模擬試験みたいなものがあって、でそこを受けるためのレベルに上げていかないといけないっていうミッションがあるので、それにしてはすごく時間数少ないですし、なんか留学生は午前中ずっと日本語だけれども、彼らは国語の時間の50分しか日本語ではなくって、だからそういうふうなすごく限られたカリキュラムの中でやらなければならないことはすごく上にセッティングされているの で、でそこに効率よくたどり着けるためにいろいろ工夫するのが毎日大変です。なんかこう私も説明文読めるようになるためとか、小学校6年間の教材とか全部見て、で彼らにはこんな教材を読んで、次こんな教材に広げていってっていうふうに全部私が決めますけど、でもゴールがすごく高く決められているので、それはすごく難しくて、だからなかなか楽しいタスクもしたいけど、なかなかそういうことも日々の授業の中では難しいので、今日のお話の中にあったつまらない部分がすごくたくさんなってしまってるんだろうなっていうのはちょっと反省しました。なんかつまらないってちょっと言葉があれですけど、なんかそういう、もちろん中3レベルまで上げていくときに、あの小学校の国語教科書とか説明文とか、あの取り込むのももちろん大事なんです。例えば中学校レベルの理科ですとか、そういう他の、科目、あと小学校の理科、惑星であるとか何ですか、あの植物とか、なんかそういうことを、まあ語彙もそういうのが勉強になりますよね。だから国語の教科書だけじゃなくて、そういういろんな教科書もあの取り込んだ、いろんな活動の幅が広がるかなとちょっと今思いました。はい、ありがとうございます。それまで持っていくのはちょっとなかなかピンとこないですよねそうですね、全く目的もわからないですし、彼らにとったら、確かに古典のある言語から来た子供だと、ああシェイクスピアみたいなもんねみたいなのがあると思うんですけど、そうですね、なかなか違いますね。はい、それは古典はなかなか、ただ普通の日本人の子供でも、そうですよね、私のレテンから始まって、はい、皆様お帰りなさいませ。はい。はい。ちょっとじゃあ時間が少し、押しておりますが、今日休みですし、日本はっていうあれですから、まあ、もし、早めに出なければいけない方はもちろん5時、定時に出ていただいて結構ですので、質問とかもし各部屋でありましたら、挙手あるいは、自分でミュートを外して、ご発声いただければと思います。何か部屋で質問、あ、じゃあ、香織小川さん、はい、ミュート外せますか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、はい、私たちのトークルームで出た質問なんですけれども、はい、今日の先生がご紹介いただいた、お子さんっていうのが、やっぱりもうひらがながある程度習得できたり、
評価基準が自分でこう理解できるぐらいのお子さんなんじゃないかと。それで私たちのトークルームで教えてるあの子たちっていうのがまだちょっとそこまで学齢がいってないお子さんたちで、ひらがなとか文字っていうのをまずその飽きずに教えるっていうところが難しい段階のお子さんが多いので、そこら辺がこうどういうふうなあの指導法があるのかなっていうのは聞いてみたいというふうに質問が出ました。はい、ホーキンス先生よろしいでしょうか。まだ文字を勉強しているということなので、多分4歳5歳3歳4歳5歳かなって思うんですけれども、まあ教え込むのがいいっていうのはあると思います。でも例えば教え込むのが難しいのであって、子どもがこれを勉強するっていうのを自分で自発的に、じゃあ今日はこの5個を一緒に読めるようになる、また書けるようになる、見ないで言えるようになる、今日は何してみようか、今日はどこまでしてみようかっていう、じゃあ今日はこれをするよ、5個覚えてよっていうのじゃなくて、じゃあ今日は5個にする、3個にする、2個にする、もう極端な話1個にする、それだけでも子供が主体的に、じゃあ今日は1個覚える、今日は2個書けるようになる、今日は3個読めるようになる、そういうちょっともう教えなきゃって思ってると、本当に親も子供もっていうか先生も子供も苦痛になってしまって、今日はじゃあ何個するとか、そういう子供との対話を繰り返して、もう強制、まあ結局は強制になってるんですけども、子どもが強制されてるっていうのを感じないように、子どもが自分で今日はこれだけしたいっていうのが決められる、それぐらい決められるとは思うんですよね。3歳4歳5歳でも、あ2個しようとか今日は3個しようとか、こうやって少しずつ積み重ねていくといいかなと思います。それで最後に、まあ、評価活動は成績ないと思うんですけれども、最後にじゃあ終わるときに今日何個できたねとか、今日はこれとこれとこれができるようになったねって、その一つの声かけだけで子どもは、あ今日はこれができるようになったっていうのが分かりますので、で教えたことと子どもが学んだっていう気持ちがつながるような声かけをしていけばいいかなと私は思います。はい、ありがとうございます。はい、それではどうぞ、あと一人ぐらいもしいらっしゃいましたら、あ、じゃあ栗山さん、兵庫の栗山さんお願いします。はい。はい、どうもありがとうございます。はい、ベトナムとかミャンマーの方がこれから日本には家族を呼ばれると思うんですけれども、そしたら媒介語っていうのがこちらが多分使えなくって。そういった子どもさんにはどうやって教えたらいいんでしょうか。もしアドバイスがあればお願いします。媒介語っていうとやっぱり英語も使えないし中国語も使えないし、はい、みんなバラバラ、まあ、それはベトナムだけじゃなくても本当にいろんな国の子どもがいれば使えないと思うので、はい、もう英語で教えていくしかないと思うんですけど、で、まあ、子どもなのでやっぱり絵とか、絵のいっぱいある教材とか、はい、まあ、そういう画像を使ったりですとか、そういう分かりやすくしていく必要があると思います。それで、もし国語に対応できる余裕があるんだったら、何ですか、みんなの日本語でしたっけとかは結構いろんな言語で出てる本もあるので、まあ、それは大人向けの教科書をで、いろんな言語が出てるのがあるので、それから、どうやって、まあ、それが読めるぐらいの子供ないと難しいんですけれども、語なり、ミャンマー語なり、その外国語の読める年齢の子だったら、そういうのを見せて、はい、たりもできると思いますけど、やっぱり日本語で教えて、しかないと思います。で、絵ですとか、ビデオとか探せばあるので、いろんなシチュエーションを考え
で作ってあるビデオとか、まあ、絵とかも自分で作っていいと思います。はい、あとまあ英語で書かれている教科書、子ども用の教科書、さっきあの紹介したジャパニーズのリポとかも英語で全部書かれて説明はしてあるんですけども、絵がすごく多いですね。あのカラーの絵が多くて、こうシチュエーションでとか、なんか時計を指さしてて今何時みたいなのとか、こういう絵の部分は使えるところもあると思うので、はい、いろいろ見てみたらいいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうしましょう、ちょっともう時間過ぎてるんですが、チャットボックスに2つ質問が来ているので、じゃあこの2つだけお答えいただければと思います。もう本当に、今日仕事があって出なければいけないという方はもちろんこのまま出てくださって結構です。はい、一つはですね、アジア圏での、指導経験も終わりということでご質問ですと、先生には質問しない、自由に発言を しづらい文化圏で、学生たちに自由な発想や発言を促すようなコツ、または教材などがありましたら教えてください。でイメージとしては中高生ですという質問がありますが、いかがでしょうか。中高生だとますます本当に自由に発言したりとか、失敗を恐れても言うのがなかなかできない年頃ですよね。私も大の年の子を教えていたので、年齢的に間違ったら嫌だなとか恥ずかしいなっていうのが出てくる年なので、なかなか自由に発言とかじゃあよとかなかなかしてくれない子もいました。なのでそういう子たちはもうですね、一人で言わせるっていうことをしない。みんなの前で発表とかするともう本当に恥ずかしくなっちゃうので、まず、反復とかで練習のするときにもう全員で言わせる。例えば新しい文系とかをもう全員で3はいって言うと、誰かが何か間違ったこと言っても聞こえないので、でみんなそれでブツ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 って小さい声でも言えるので、そうやってなるべくあんまり恥ずかしい思いをしなくてもいいように全員で言うとか、あと、まあ、CD ですとかそういう音声にかぶせて、はいじゃあ言ってみたいな感じで自分の声だけにならないようにすると結構練習してくれますね。それで、まあ、それでまあテストとかになっちゃって、先生と1対1とかな会話のテストになっちゃうと、まあ、それはそれでちょっとまあ乗り越えていかないといけないこともあるんですけれども、まあ、でもそういう中高生を、そういう敏感な気持ちを持った中高生を教えている時はやっぱりそういう恥ずかしいけれどもみんな笑わないでしようねとか、みんなだからそこを乗り越えてやってみようっていう、そういう気持ちの乗り越え方っていうのも教えていく必要があると思うんですね。例えばプレゼンテーションで一人で言わないと、前に立って言わないといけない時に、みんな恥ずかしいんだよ、みんな緊張するんだよ、みんな難しいんだよ、だから真面目に聞いてみようとか、からかわないで聞いてあげようとか、そういう声かけ、クラス内での指導っていうのが必要になってくると思いますね。大人だったら当たり前にできることを、子どもの、そういう特に敏感な子どもたちを教える立場であるんだったら、そういうクラスとしての取り組み方、みんな難しいこと、みんな恥ずかしいことをしてるんだから真面目に聞こう、笑わないようにしよう、間違えてもしていけるようにしようとか、そういうみんなが優しい気持ちで取り組めるする声かけをいく必要があると思います。はい、あどうぞどうぞ。はい、幼児や小学生にも文法を教えて、そうですね、はい、じゃあ、はい、2番目はそのちょっと僕が一応読みます。はい、幼児や小学生にも文法を教えていらっしゃいますか。私の経験ではその年齢ですと難しいのですが、どのような工夫がありますかという質問ですね。これですみません、最後にさせていただきましょう。はい、これは、多分その外国語としての継承語としてではなく、外国語としての、まあ、日本語指導だと思うんですけども、元から話せる子には文法を教えなくていいので、外国語としての幼児はさすがにちょっと3、4歳
難しいですね。でも小学生に文法を教えるときにはもう、いろんな応用とかはちょっと難しいので、例えばもう、今何時ですか、5時半です3時、その3とか5とかその数字を変えるだけとか、そういうもう決まりきった文法をもう文法です、文法というかもうセンテンスパターンですね、文の例文をもう何回も何回もそれを言えるようになって、それが何を言っているか分かっててっていうところから始めています。でなかなか過去形の活用とか、特に形容詞のおいしいおいしかったとかっていうのを、いいで終わったからそれを買ったに変えてっていういろんな言葉に応用するっていうのはさすがに本当に難しいですね。だからそういうのをするんだったらもう5個だけいい形容詞を教えて、おいしいおいしかったとか、もう決まりきったパターンで限られた数ですね、もう全部に応用するのはちょっと難しいので、こういう文法を教えようと思ったら5個だけ例文を挙げるとか、5個だけ文型の変化を教えていくとかしていくといいと思います。それでも年齢が上がってくるといろんなことができるようになるので、もうその難しい年齢で全部できるようになるのはちょっと無理なので、年齢に合わせたできることを与えてあげて与えてあげればいいと思います。はい、ありがとうございます。それではもう、時間が過ぎておりますので、ここまでとさせていただきたいと思います。本当に有馬ホーキンス佳代先生どうもありがとうございました。はい、こちらこそどうも皆さんありがとうございました。はい、ではちょっと次回 の, ご案内をさせていただきます。その前にですね、まずアンケートなんですが、今、僕の方からチャットボックスに、アンケートを、の URL をリンクをポストしました。ちょっと流れてちゃってますが、もしじゃあこの後でまた皆さんにメールでお送りさせていただきたいと思います。はい、はい、ご回答いただければ大変ありがたいです。はい、それからその次回ですが、次回はですね、11月20日です。11月20日の今日と同じ時間にですね、ブリティッシュコロンビアのセントマーガレット高校の、羽渕光恵先生に、お話を伺います。タイトルはですね、本物の茶道体験を通して日本語とその心を学ぶ、というタイトルです。非常にですね、これも実践的で、かつ面白い話になるんじゃないかと思っております。ただですね、次回はちょっと個人情報の関係で録画ができません。はい、ですのでぜひライブでご参加いただければと思います。はい、次回は録画はありません。はい、はい、それではですね、最後にこれでチェックアウトとさせていただきたいと思います。チャットボックス、もう皆さんいろいろ書いてくださってますけど、チャットボックスに、一言だけ、ご感想書いていただいて、これでおしまいとさせていただきたいと思います。はい、それでは本当に今日は皆さんありがとうございました。最後にですね、皆さんを、アンミュートさせていただきます。はい、では皆さん本当にありがとうございました。今日もね、はい、また次回もぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました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 。はい、じゃあ本当にホーキンスで今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、ビデオとかがまたできましたら、お送りさせていただきます。というか、ビデオまだ録画してます。はい、ここで録画を止めさせていただきます。